8月9日金曜日、時刻は午後5時を回りました。お聞きの放送局は 77.8MHz FMYY です。そしてシネビーブル神戸のコーナーでは最新の映画情報、そしてリスナーの皆様へのプレゼント情報もありますので、最後までお聞き逃しなく。それでは7時まで2時間どうぞお楽しみください。すぐ待ったかもしれない。じゃあ10秒前からいきます。10秒前、9、8、7、6、5秒前。おはようございます。新発見伝熊本、第36回をお届けしたいたします。今日も県内の情報を住民の皆さんの取材によってお届けしていきたいと思います。新発見伝熊本、第2回目は、球磨郡湯前町の乗船寺から、お届けしたいと思います。公益行政組合の永井です。人吉市の山田めぐみです。さて今日は先週お知らせしましたように、はい、すぐこの乗船寺の近くにお住まいの地元の山北幸さんと、それから湯前町の下村婦人会の皆さんにおいでいただいております。はい、住民キャスターとして研修を重ねてきました。住民ディレクター、キャスターは未来国体の機関の情報発信だけではなく、国体後も地域づくりのリーダーとして活躍してもらおうと、企画力、構成力、広報力養成など様々な訓練を受けました。昨年4月からはディレクター、キャスターとなって生活現場から国体の身近な情報を伝える人光るニュースを発信しました。おはようございます。目で聞くテレビ京都、手話キャスターの柳清子です。この番組は CS 障害者放送統一機構が衛星を使って放送している目で聞くテレビを皆様にご覧いただくために放送するものです。笠織烏帽子に星見野という古風な装束を身につけて夜の川へと漕ぎ出す鵜匠。鮎を追い、鋭いくちばしで捕らえる12羽の鵜の手綱を巧みに操ります。いずれは自立して自力で生活できるように、建築の仕事を選びました。千種ともりマップ制作実行委員会のメンバーと市民や大学生、障害のある人たちも大勢参加しました。Je suis très heureux d'apprendre qu'il va y avoir une télévision dans les bars au Japon, un peu comme le modèle qu'on a ici à Paris. Et j'espère que cette télévision, elle va marcher et qu'elle va être différente de tout ce que vous connaissez habituellement, de ce que vous voyez tous les jours. Donc je souhaite aux gens qui participent à cette télévision bon courage, et si aussi ils ont besoin d'un appui, d'un soutien, on existe aussi. Donc on est peu de télévisions à exister comme ça et diffuser dans les bars. Et je pense qu'il y en a de plus en plus, et c'est peut-être un mode de diffusion intéressant à développer. Donc bon courage à tout le monde, et puis voilà, on est là aussi avec vous, Télé Bocal. で、働いてるやつはまあ
的な要素の強いものは、それはコマーシャル枠は別にありますので、それはここでは流しません。あと、その、個人の誹謗中傷とかは当然流しません。あと、別にその、政治的なものでも宗教的なものでもですね。まあ、ただ、ないんですけれども、今のところ、例が。そういうのは別に、要するに表現の自由ですので、OK ですよというふうには言っております。